こんにちは。今日は小室圭さんの合否発表で今話題になっている、アメリカの、司法試験について、シェアしたいと思います。今年の7月に、小室圭さんが受けたニューヨーク州の、司法試験なんですけれども、毎回合格者の一覧表をウェブサイトで公開するんですね。こんな感じなんですけれども、こちらのウェブサイトで、公開されています。でね、ここで、今回話題になった、小室圭さんの、K のところを見てみると、ここなんですけれども、やはりですね、小室圭さんのお名前はないんですよね。なんですが、こういった感じでね、ニューヨーク州は合格者の発表をしています。もちろんね、個人的に通知は、送られているんですけれども、こんな形で公表するんですね。でね、ここでね、ちょっとね、こう上の方リストを上がってみると、ここでね、日本人とおぼしき、加藤さんという方が お二人合格されてるんですね。加藤さんと加藤さん、おめでとうございます。それでね、今回、こんな感じでね、合格者の、簡単な統計 も書いてあるんですけれども、合格率、初めて受ける方の合格率っていうのは、高いんですけれども、ただね、小室さんが該当する統計っていうのはこちらの、外国で教育を受けた方々の合格率ということで、30% ぐらいなんですね。で、この、統計の、数の中には、何回も受験されているリピーター受験者の数も入っていますから、英語圏以外で の外国人の受験者で受かる方っていうのは、1回目での合格率っていうのは、そんなにね、高くないんじゃないかなって思うんですね。小室さんもね、これから2回目、挑戦されると思うんですけれども、次にね、ご紹介したいのが、1回目で司法試験に、合格しなかった有名人を、ご紹介します。まず1人目、ハーバードロースクール卒業のミッシェル・オバマさん、はい。シカゴがあるイリノイ州で、ロースクール卒業後に受験されたんですね。ただね、1回目の司法試験は、落ちてしまいました。で、その後、2回目は合格されて、でその後は、切れる弁護士として、シカゴの法律事務所で働いている時に、オバマ前大統領と知り合って、結婚されて、ファーストレディになって、今に至っております。はい。でね、次はヒラリー・クリントンさんなんですね。ヒラリーさんはイェール大学の、ロースクールを卒業して、それからね、アーカンソー州の司法試験に合格して、弁護士として、働いている時に、元クリントン大統領と知り合って、結婚なさって、ファーストレディー、それから国務長官にもなりましたよね、オバマ政権の時に。でね、ワシントン DC の司法試験っていうのは、どうしてもね、合格パスできなかったらしいですね。ケネディ大統領の息子さんで、ジョン・ F ・ケネディ・ジュニアですね。この方はね、ニューヨークの司法試験をなんと2回、不合格になり、3回目でね、やっと合格されたんですけれども、1回目も2回目もね、落ちた時にね、すごくね、メディアに囲まれて、やっぱりね、注目されてる方ですから、メディアに囲まれて、不合格でね、本人もすごくがっかりしてる時に、メディアに囲まれてインタビュー してる姿をね、覚えてるんですけれどもね、3回目には合格されて、その後ね、ニューヨーク州の検事として、数年働いておられたんですけれども、それを辞めて独自のね、雑誌社を立ち上げて、ジャーナリズムの方に進んでいかれたんですね。そしてね、最後はね、今、副大統領の、カメラ・ハリスさんですね。カリフォルニア大学のロースクールを卒業した後、1回目に受けた司法試験は不合格だったんですね。
ですがその後はカリフォルニア州の司法長官まで上り詰めた方なんですね。今は副大統領になっておられますし、なのでね、アメリカの場合、1回目2回目で落ちた人でも、成功している方々は、たくさんいるっていうことなんですね。ということで今回は、小室圭さんが受験されたアメリカの司法試験というトピックでシェアしました。では皆さん、今日も良い一日をお過ごしください。またお会いしましょう。バイバイ。